俺なんかツイッターのさホーム画面でさ見たよあのー、めちゃめちゃリ,リツイートされてるニュースみたいなのがあってなんかねもう俺びっくりしたんだけどこれちょっと言っていいかなんか俺マジでびっくりしたんだけど今ね女の子に彼氏いるのって聞くのってキモいことなんだって意味分かんなくね女の子に彼氏いるのって聞くのってキモいことなんだって意味分かんなくね もう死んだ方がよくない、まあ、そういうニュース見たあの、彼氏いるのって聞かれるのはキモいけど、あのー、ご飯食べに行かないあ、でも彼氏に怒られちゃうかって遠回しに言ってくるやつはもっとキモいみたいなのが10万リツイート、あ10万いいねぐらいされてて。あ、なんかもう本当に終わったんだなって思っちゃったんだよね。本当に終わっちゃったんだなって。いなくねそんなの。 てめえに気遣ってるわけじゃなくて、てめえの向こう側にいる彼氏に気遣ってるんだよ。ばーかと思ったら俺。彼氏に悪いじゃん、なんか。女さ、あのー、自分のさ、女くどかれてってさ、ぐいぐい言ってたらさ、彼氏に悪いじゃん。そういうこともわかんねえのかなと思って。なんて言うんだろうね、じゃあね。なんて言っていいかわかんねえわ。 本当そのツイートクソ気持ち悪かったわ。でも男がみんなクソゲキしてた。死ねな、みたいな感じで。おめえみたいなブス誘わねえよ、みたいな。上にさゆりぐらい炎上してたわ。俺、それは良くねえと思うわ。堂々と聞いた方がいいね。彼氏いるんですかって。なんなら好きな女だったら一筆添えてもいいな。 俺、あなたのことが気になっていて、デート誘いたいんですけど、彼氏いるんですかぐらい言っていいな。そこまでやっぱストレートに聞くべきだと思うわ。彼氏がいるはアウト。ちょっと見ていいか。いや、もうすげえよな。彼氏いるはアウト。社会人がセクハラと感じる言動の境界線。男性だけでなく女性がも、も、も注意が必要なセクハラ。 明らかなセクハラは注意のしようがあるけれど、ま、あそんな、人によって不快に感じる境界線はバラバラられた。出て、家から出てくんなよ、そんな。お前、そんなことで悩むんだったら家から出てくんな、マジで。社会人の皆様、どんな言動セクハラと感じるんでしょうか今回はセクハラだと感じる境界線について聞いていきますが。恋愛の話。彼女いない歴イコール年齢なので聞かれると非常に不愉快。それはお前がブスだのか悪いだろ。お前のそのふ、発言、俺が不愉快だわ。 お前負けてるんだよ。戦を、戦に出る前に。彼氏いると聞くこと、必要なコミュニケーションとお前ら36歳女性。<laughs> そう、お前、お前が36にもらって独身でいることがいけないんじゃねえのか普通、お前心配してくれてんだぞ。お前、お前その含みの持たせ方知ってるかお前み、お前さ36だぞって。彼氏ちゃんと作ってんのつって。中学生の子供がいてもおかしくないんだぞ。 死に難いわ、俺。こっち側悪いじゃん、結局。言ってる方悪くねえじゃん。年齢の話。歳、年いくつ不愉快。37歳女性。年齢を聞く必要がない。これね、俺女性に言いたい。これも本当にキャプチャーして明日の Yahoo のトップページに載せておいてほしいんだけど。俺女性に言いたい。コミュニケーションを取る上で一番必要なのって年齢の情報なのね。その人が何歳ぐらいっていうデータってめちゃめちゃ必要なのね。別に女口説いてるわけじゃなくて。 25歳の人と35歳の人にする話の内容って、もう全然違うのね。年いくつなんですかって。大事な情報なんだよ。ね、恋愛をし,をしてるわけじゃねえんだよ。それちょっとね、本当にね、歩み寄ってほしい。あと37歳のあなたに多分そう <laughs>、あの、そういうのも、あんま求めてないと思う男性は。だから別に年いくつって。 聞い,てん聞いてんだと思うよ <laughs> うセクシャルじゃないよね全然俺も聞くもん普通に「おいくつなんですか?」って <laughs> 答えない人とはあのー、コミュニケーション取らない仕事もしたくない <laughs> 普通にだって話にならねえじゃん山田、ま、山田さんは違うから別、ね、だからね俺別にこれ山田さんの悪口ってわけじゃないからねやめてななんか そうやって俺たちの中を裂いていくのはやめてなそうやって俺意地悪言うの俺でも年齢ってすごい大事な情報だと思うから俺は人だと思う褒め言葉「今日も可愛いねいちいち声をかけてくるな」と思った33歳女性 <laughs> <laughs> はあそれもダメなんだね今日はか今日も可愛いねいちいち声をかけてくるなって思っただって んたくさん性感スプレーをもらったので、これで汗臭くなくなりますよと言いながら配っていたら一人のおばさんに、私が臭いっていうのをセクハラだと怒鳴り散らされた35歳男性。これお前が悪いだろ。<laughs> なんで、お前が悪いだろうがどう考えてもよ、35にもなって。コミュニケーション取れてねえじゃねえか。これで汗臭くなくなりますよって言ってたらしい。普通にこれいっぱいもらったんで使ってくださいでいいじゃん。 へえ。いや、でもさ、可愛い人にさ、可愛いねって言っちゃいけないんだね、もう今。すごい切ない、せ、せ、せちがらい世の中になっちゃったんだね。俺、可愛い子だったらすごい綺麗だねって言っちゃうんだけど。可愛いねって。<laughs> なんか、含みも出せるのがいけないのかなそう、こんなのさ、男切なくねえか。 可愛い,いねって一番嬉しい「すごい加藤さんかっこいいですね」って言われたらめっちゃ嬉しいのねどんな相手であれ男でも女でも「加藤さんすごいかっこいいですね」って言われたらめっちゃ嬉しくないもうそれダメなんだね <laughs> 素直に言うのが一番だと思うんだけどないやでも俺女の子に褒められてもあんま嬉しくねえんだよな 結局、いや、例えばさ、その、音楽王とかの帰り道に、いや、加藤さん生で見るとかっこいいんです、かっこいいですねって言われても、どうせ大石さんの方がかっこいいんだろうって思っちゃうじゃん、それ。男に、いや、マジでかっこいいっすね、加藤さん会えて嬉しいっすって言われたら、おーありがとうってなるの。でもさ、その、に、お前、あれだろう、どうせや、おめえや、あれだろうがや、あの、今俺を見てるからそうやって言ってんだろうが、あ、そう,いうか、あれだわ。あの、この、こいつらの気持ちわかったわ。今。 こいつらの気持ち分かったわ。俺な、渦巻成人みたいな気持ちだったわ。またあの上で言われてる。<laughs> タフねって言われるのが一番嬉しかった <laughs>。篠原涼子が言ってそうだな。あんたタフねっつって。お前篠原涼子に言われたんだろうな。篠原涼子に一番言われたい言葉。タフねあんた。<laughs> いいじゃん。一番嬉しいじゃねえか。そういう系の。 周りによ、どう思われようがよ、関係ねえんだよ、結局は。自分がどうやって生きていくかだ。俺たちはそれをモットーに生きていこう。我々は。それをモットーに。俺の嫌いなツイーツなんだ。あ、これか。あのさっきの。あ、これこれ。彼氏いるのって聞いてくる男、キモくねえっていうのもわからなくはないけど、それよりもご飯今度ご飯行こうよ。あ、でもこんなこと言ったら彼氏に怒られちゃうかな。 な笑とか言って彼氏の有無を探ってくる男の方が断然キモくないですかこれ俺が解釈すると「私いろんな男に言い寄られててすごくないですか?」っていうブスのざるご言な死ねえなこの 76, 7万6739いいねしてるやつお前はっきり言って金梅以下だよ金梅の方がモテっかんなお前よりニコ生やってる山崎誠の方がモテるんですけどお前みたいなクズより 本当にそう言って言ってくるよな女って私いろんな人に言い寄られてますって本当に可愛い女ってマジでモテねえからななぜかというと近寄れない近寄れないから簡単にやれそうな女ってめちゃめちゃ声かけられんじゃん佐々木希とか声かけらんねえじゃん <laughs> 男もそうだけど 高の花そう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 無理なんだよお前みていなもんによ彼氏いんのって聞いてくれる男がいるだけありがたいと思えバカタれが君とアイミンらいがちょうどいいお前アイミン生で見たことねえだろお前生で見るアイミンとかめちゃめちゃ可愛いからな <laughs> めちゃめちゃ可愛いいからな なんか無理なんだよ、結局。なんかもっと、小汚いアイドルとかがいいんだよ、小汚いアイドル。<laughs> もうみんなで狙おうぜ、小汚いアイドル。ハードル高いわ。<laughs> 高根の花は。汚いアイドル狙ってこうぜ。朝の光ぐらいだからかちょうどいいんだよ、あの花ボラでけえ女。ああいうのがいいんだよあの、綺麗だし、綺麗だけど、父もなんかそれなりにでけえじゃん。で、なんか顔もまあ、まあちょっと可愛いじゃん。 朝の光ぐらいが一番いいんだよ。あのー、コンドームも死んでるで、おいおい、これで、新宿のよ、あの峰、峰岸産婦人科で,で、お前、アフタピールもらってこいよ、つって。うちの近いにあくから、ほら、6000でお前もらってこいよ、つって言えんじゃん。それ、いいよ。そういうライン狙ってこうぜ。な。俺たちみていなもんは。な。